こんにちは、マサです。現在、岸田政権の支持率が低下してるんですけど、じゃあ次は誰が総理になるのか、河野太郎さんですか、林さんですか。林さんは外務大臣なんですけど、林外務大臣って揶揄されちゃうほど親中派なんです。林さんは山口県が選挙区ですけど、山口県には 上海電力のメガソーラーがあります。今、建設中です。河野さんはツイッターをブロックしちゃうぐらいですから、もし総理になったら国民の声は聞きません。自分の考えと違う人はみんなブロックしちゃうんです。もし河野政権で次のパンデミックが来たら最悪です。地獄です。 むちゃくちゃやってきますよ。目に見えてます。次はマイナンバーを使ってくるでしょうから、いろんな情報と紐づけます。あれを打ったかどうかとかね、そういう情報が入ってしまうと思います。やらないと給付金減らします。なんてやってきそうですよね。マジで。仮に次の衆議院選挙で自民党が 大幅に議席を減らしたら、どの政党が躍進するのか、多分、維新だと思います。しかし、残念ながら、維新は自民党と本質は同じです。倍国度です。維新は新自由主義ですから、民営化だ、規制緩和だって言って外資に売られちゃいます。関西国際空港と 大阪国際空港の運営権がフランス企業に売却されましたけど、こういうことが起こるわけです。これはコンセッション方式って言うんですけど、所有権は自治体、運営権は企業なんです。運営権はただの業務委託ではなく、法的な縛りのある財産権を指すんです。ですから、 運営権を売買することもできるし担保にしてお金を借りることもできるんですメガソーラーみたいに最初は違う人が運営してたんですけど気づいたら上海電力が所有者になっていたみたいなことが起こる可能性があるんです水道民営化もそうですけどこれもコンセッション方式です 宮城県が上下水道と工業用水の運営権をフランスの企業に売却しました重要インフラがどん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 外資の手に落ちちゃうんですこれほど怖いことはないですですから自民党の代わりに維新が躍進しても結局は何も変わらないんですどっちに行っても地獄なんです やっぱりこれは国民のせいです。無関心な国民のせいです。ですから、自業自得です。では、以上です。ご視聴ありがとうございました。